どうですか。今日は妊娠7ヶ月25週明日からそこに書いてあるんだ。我が家の予定表がこの壁に貼り付いております。そう、予定表に。いや、そう、7ヶ月の検診に行ってきました。約4週間ぶりです。もうすぐで会えるのか。今日病院に行ってきたんですね。私は貧血です。貧血ってこっちやった、こっちからやった方がいいね。動画だと貧血です。貧血です。どうもね、立ちくらみがね結構するなと思って、頭痛とかで、今日採血したら貧血っていうことが分かって薬で治療します。多分7ヶ月だとそういう人もすごいいるかもしれないからね。ちょっと待って、今のでさ突っ込んでよ。何春日だって。すごいすごい正解。なんで分かった。絶対そうだと思ったけど、かなり古いネタだよね。スルーしちゃった。よく春日だって分かったね。それだけで俺万歳の拍手。もういいじゃん、終わりにして。じゃないんだよ。受ける。取れてる。取れてる。じゃあ真面目に行こう。真面目に行こう。よく言えない。そういうことなんです。体調的にはちょっと貧血がひどいのと喘息が出ちゃってます。あらら、喘息持ってなかったのにね。ということで、じゃん、これは後で確認してください。分かった、後で確認して皆さんにちゃんとお送りしたいと思います。8847って何の番。これでもあのいっちゃんの番号。何これ。88病院のこれは OK。 そう、これはね OK ですか。問題の飛行写真です。今日ねちょっと混んでて、4D とかも見れなくって、エコーも割とね早い診察だった。いつもの先生じゃなかったから。いつもより混んでたのはあれでしょ、コロナワクチン接種が始まって、それを受け入れてるんでしょ。そう、仕方ないね。すごい、もうほんとすっごい、また3時間かかりました。その中でも撮ってくれた写真をまだ僕は見てませんので、ぜひ見せてください。はい、どうぞ。1枚目。はい、1枚目いただきました。見ていくよ。はい。これは思い出してください。何でしたっけ。これはね、分かりました。大腿骨。合ってる。大腿骨の写真です。これ大腿骨って分かるパパいるかな。ここの画像を見て僕は大腿骨と判断できた旦那です。いえいえ、前回も大腿骨って言って編集してたもんね。大腿骨編集してましたから。これとりあえず足の長さを測ったね。そうそうそう、ね、あとね体重。おーおー、体重増えてる。661g。よく見分かったね。前回は何グラムでしたか。はい、来ました、397。え、すごい。覚えてますよ、記憶力はいいんだな。こんな風におちゃらけて見えてるけど頭脳はいいんですよ。え、すごい。これはマジで全部覚えてる。397から 661g になってます。倍だね。成長のラインがねこうやってあるんだけど、真ん中のちょい下ぐらいだから、正常の範囲以内のちっちゃい方なの。そう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 。いっちゃんスラッとしてでかいのにちっちゃい方だ。でかいのにちっちゃい方。2枚目。いただきます。顔だ。うん、正面からの顔分かりづらいんですけど、お目目と頭とフェイスラインって言ってた。エコー写真で透けちゃってるから頭蓋骨感出ちゃってるけど、でも我々にとっては可愛いんだよこれが。こっち向いてると可愛い。あ、やだ。なんで。やだって言われる。やだ、汚れちゃった、どうしよう。こっち向いてると 4D が見づらいから、今日は 4D 見てもらえなかった。4D 見たかったね。 3D なのこれ。そう、 2D か 3D か分かんないけど、しょうがないね。そんな中でも 3D の映像はちゃんとお送りしたいと思います。あと最後。うん、最後あんだ。3枚。3枚目。3枚目あるんだ。ちょっと見せてよ早く。それってですね、面白いのよ。今日は違う先生だったんだけど、はっきりとエコーを見て、性別知ってますかって言われて、聞いてるんですけどって言って、また再度確認してもらったんです。ボーイの時エコーに何が見えました。ボーイくんの時は落ち、落ちんだよね。こんな落ち。今回はじゃん。これ面白すぎるってりが、もう確定断定。はい、決まり。もう先生が確定。初めての陰嚢が見える。かつて陰嚢と呼んだことがあるだろうか。はい、かわいい。まんまおちんちんです。おちんちん。陰嚢と、陰嚢とはヤシの木。
正解。正解。ちょっと比喩表現になりましたけど、ヤシの木です。陰嚢のそばにある顔みたいな丸いやつは何なの？え、わかんない。それは何か遠隔玉。遠隔玉じゃん。下手したら俺の大きさと同じぐらいじゃないかな、これ。うん、確かに。600g の子供に負ける日が来たとは。立派に育てよ。立派だね。どこで立っててんだろうね。次の検診が楽しみでしょうがない。うん、もうね、中期だから2週間後で。早くそれを見させてください。それから 4D で最後、本当頼む。先生、お願いしますって 4D 撮らせてくれるんだから、3回まで。絶対使う。 4D で毎回できる。できるけど、今回ダメだったな。早く我がボーイに会いたいよ。対面したい。こういう動画はちょっと僕らの記録も合わせて上げさせていただきたいと思いますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。誰かの役に立てたらいいなと思いながらも。そうだね。なんかエコーでさ、性別どっちですかっていうのとかさ、たまにあるから、こういうの参考にして